はい、ではね、今日もやっていきたいと思います。一応ね、スターが通った後の話ですね。で、でかい、みんな隠れろ、鼻が見えてる。クッパだろ、クッパだろ、ピーチの話が終わったから。おのれ、まさかウーロン街にマリオのやつがいるとは。お前なんでそこにおるんや。おい、どうやって入ったん、こうやって入ったんか。失礼しまーす。いや、なんでもない。それなんだあのちっこいやつらは。プニ族でございますじゃ。この中にスターストーンに知ってる、シラストーンについて知ってるやつがいるじゃ。隠れているプニ族を見つけて宝の愛花を聞き出すじゃ。薄かったなクッパ、お前のスターストーンはもうない。バカモン、お主はあれじゃな、スターストーンが見えたじゃな。む、これお前スターストーンについて何か知ってるんじゃな。けしからん、お前とは何じゃ。お前とはわしはブリン族のオバマじゃ。おどかすやないわこの年寄り。お前も年寄りだろ。おいクッパ、なんでしじゃ。クッパさん、何やら言いたいことでもありそうじゃな。な、なんでもないぞ。かわいいな。おい長老ババアよ、スターストーンとやらはどこだ。返事次第では年寄りといえど容赦はせんぞ。ふん、ババアなんぞ、ババアはいらんぞい。それにスターストーンはもうここにはないぞ。な、なに。マリコというヒゲの男に渡してしまったからの。伝説の宝を集めて姫様、ピンチ姫だったかの、その娘を助けるそうじゃ。あ、ピンチ姫は間違いじゃないな。それはマリコじゃなくてマリオじゃろう。そんでもってピンチ姫じゃなくてピーチ姫じゃ。ともかくマリオが探している宝はピーチ姫に関係しているようですな。じゃがここまではお宝もピーチ姫もマリオが独り占めにしてしまうじゃ。おのね、マリオね、ピーチ姫もスタッフも我が家のものだ。見つけたら今度こそ必ず決着をつけてやるわ。クッパ弱えな。いやでも仲間になってほしいな。あのスーパー RPG ね、スーパー RPG、 スーパーマリオ RPG のやつでね、仲間になったからな。可愛かったなクッパな。目がさ、すっげえもうね、良かったもんな。でここに戻るとさあ、やはり行ってしまうのですか。そりゃそうだろう。そうですか、そこまで言うならば仕方ありません。あなたがスターストーンを全て集められることを願っていますよ。ふん、グンゼルスよ、俺はもう二度と卑怯な手は使わないと決めたぜ。もっと力をつけて本物のチャンピオンになるさ。もう二度とお前なんかに負けられないからな。お前も負けるんじゃないぜ。ゴンザレス、いろいろありがとうよ。俺は今まで会った中からで一番いいやつだったぜ。俺はここにもう少し残ることにしたよ。自分を見つめてみようと思ったんだ。なんか違うな。すべてお前のおかげだよ。ガンスがいなくなった今、闘技場は今後私が管理することになりました。おお、乗っ取ったな。いつでもいつ戻ってきてもないようにあなたの場所は開けておきますよ。よければまた来てください。あなたが戦う姿を見たいと思っているファンは大勢いるのですから。ではごきげんよう。ほっ、これで3つ目のスターストーンを手に入れることができたわね。早くゴロツキタウンに戻りましょう。さっきか、お HP ギリギリ、こんなギリギリだったっけ。これどうやって取るんだ、これ取れないよな、まだ。くっさー。お、ふー、ゴンザレス、メールが届いてみたいぞ。まあ、そろそろマリオと言ってくれないかな。めっちゃ疲れてんな、お前。マリオへ、大変なことが分かりました。彼らの目的は世界征服をすることだったのです。そのためにスターストーンを集めて伝説の宝を手に入れようと企んでいるのです。宝が何なのかは分かりませんが、とにかく急いでスターストーンを手に入れてください。私もできる限りの情報を集めます。ピーチより。世界征服？なんだか大変なことになってきたぞ。二人ともめっちゃ疲れてるこれ。お、来たルイージー。この間はポンコツ村に行って奇跡の羅針盤のパーツの一つを手に入れたんだ。いやあれは手に汗を握る冒険だったよ。その時の僕の話を聞きたいか。ちょっとばかり話が長い話になっちゃうけど、じゃあどの話にする。ポッコに向かう冒険、話すと長くなるんだけど。船でミューフィールに対応した僕たちはポクリ村に向かったんだ。ポクリ村に着くとなんだか様子が変だな。村長さんに話を聞くと、この村はシェダイリーという大きな蛇の怪物に支配されているというんだ。怪物は村長の娘のムースに生贄を抱き出せって言ってるんだって。ドラゴンボールかーい。もちろん僕は
じゃあ大事に名乗り上げたんだよ。生贄は嫁姿で送り出す決まりらしいから、僕は花嫁の衣装を着て、敵の目の欺きガンガーとジャイダのアジェットに乗り込むことに成功したよ。僕の花嫁姿、兄さんにも見せてあげたかったな。それはもうちょっとしたものだったよ。ジャイダの目の前に踊り出ると、やつは尻尾にも頭にもついていた恐ろしい姿をしてるんだ。でも僕は負けないよ。ジャイダの頭の二つは上手におびき寄せて、ジャイダが牙を向いた瞬間、動かる瞬間は素早く見返ると、ジャイダの頭はお互いに飲み込み合ってぐるんと消えてしまったんだよ。ジャイダが消えた後はキラキラ光るプレートが落ちていて、それは奇跡の羅針盤のパーツの一つだったんだ。大体パーツをはみ込むと、羅針盤は東のある島、サッキーという島を決めたんだ。すぐ村の出ようとしたんだけど、村長は僕の運命によってムスと結婚しないかって言うんだ。でも僕は次の日の朝、こっそりと村を出発したんだった。僕はイクラ姫を怪物クリキングから助けなきゃいけないからね。いざ羅針盤が行き先を示すのを誰かが聞こえてくるんだ。とってもとっても澄んだ声で、耳元でささやくように聞こえてくるんだ。これは多分イクラ姫の声だと思うんだよ。胸がドキドキするんだ。僕は多分イクラ姫のことが、こうして僕が再び船に乗って、なんとかゴルツキさんに帰ってきたというわけさ。今回はこれが冒険なんだ。マリオ寝てたけどな。なかった。もういらんな、これ。いらんような気がしてきたわ。まあ、とにかく、ルイジが、まあね、羅針盤にね、って言って頑張ったという話ですね。あ？あ、そういえばこれ、できるじゃん。ちょっとね、扉のね、ところまでね、ちょっと、ね、ノーカットで、カットで行こうかなと思ったけど、これいけるじゃん。しかも星のかけらあるー。やったー。パーイヤ。やったぜー。じゃあ左側行ってみよーと、近道ー。そうか、近道だったのか。でね、ここに来るまでにね、ちょっとですね、バッジをね、いろいろ買いました。で、アイテムをね、ちょこっと買って、でバッチはね、いろいろ買って、まあ今こんな感じになっております。貫きなグーリア、突き当たくのか、アクロバットカールがあったから、これ欲しいなと思って。で、コイン戻るとスーパーも戻るわ。これまあ、ここら辺は普通かな。うん、こんな感じでつけてます。ピンチでパワーいらんか。危険でパワーいらんか。あいつなグーリ、ガッツンジャンプ。ということでね、弱い敵はね、今度からね、やっつけアタックでね、ぶち殺すということで、よろしくお願いします。はいと、魔法の地図にスターストーンがありかが書き示されたということで、今度はなんかは、館みたいな、四つ目のスターストーンの場所だぜ。フランクリン先生に読んでもらわないとな。それよりも、ピーチ姫からのメールのことを先生にも知らせないとな。まあ、知らせたんだけどね、一回ね。うん、話したんだけどね、知ってるはずなんだけどね。なにー、やっちまったな。ピーチ姫をさらった連中の目的は世界征服だと？ああ、そのためにその必要な伝説の宝が必要としてるみたいだ。むー、事態は思ったより深刻になってるようだ。実はな、わしの方で伝説の宝が一体何なのかを調べておったのだ。そうしたら、とある本に宝についてとんでもないことが書かれておったのだ。何でも伝説の宝の正体は恐ろしい災いだということが分かったのだ。千年前に地下の町を滅ぼしたと言われている恐ろしい災いだよ。じゃああいつらはもうその災いで力で世界征服を企んでいるということか。何をどうすればいいか分からんが、可能性はかなり高いだろう。こうなった以上、何としても彼らに伝説の宝を渡してはならぬ。彼らの手に渡ったら、それこそ再び町が、いや、世界が滅んでしまうかもしれぬ。じゃあ先生、次のスターストーンを早く見つけないと。いやね、地図によれば、次のスターストーンはうずら村にあるらしい。ちっちゃいかな。うずら、実は言うとわしもよく知らんのだよ。おい、なんでもその名の通り薄暗くて、君、あ、薄暗村か。うずらの村って。ちょっと待って、俺、あ、早く調べろよ。おお、うむ、薄暗村へ行くには土管の町の地下にあるようだ。ちょうど西エリアの下のあたりだ。お、西エリアの下だな。ありがとう先生。さあゴンザレス、すぐに出発しようぜ。よーし、西か、西のエリアの土管ということは、でもどうでもいいメールなんで無視します。ね、土管は実はないんですよ。でこっからね、ペラペラマリオで行くんですよ、こっからね。でこっから行くと地下に行けるということですよ。
で、こっからどこに行くかっていう話なんですけど、あ、これ左側行けれんくない、あ、行けるようになったんか。とりあえずこっち側行ってみようかな。あ、いや待てよ、いやこっち星のかけらか、あれ、よいしょ、あ、シャインガールじゃないか。あ、これあれやな、スーパーハンマーで叩けるやつじゃん。ファイヤー、あれあれ、にゃーん、無理、そう、ふざけよって。あ、なんこれ、あ、これ薄暗村、あ、薄暗村でも先に気になるところがある、あるあるある。星のかけらゲット。さて戻るか、デスルーラーだよこういう時は、デスルーラー。じゃあね、薄暗村にね早速行きたいと思います。これもステージ4になるのかな。え、土管に押し戻されてしまった。なんでやねん。お、ここ行ってないじゃん。うおーしゃーい、イエーイ、完璧。ここ何なんだろう。よいしょー、おい、土管ゲッツー、ふっはっふいはっふい、シャインゲッツして、よいしょー、完璧、セキセイ、ピーマーリオ、無理。あ、ここもしかしてあれか、あれだな、あの町へ移動するためのなんか近道ゾーンみたいな感じだな。間違いない。これはどこに行くんだ。ああ、これね、オッケー。お、なんだよ、全然わからんってし。え、薄暗村へ行く土管の通り方を教えてほしい。なんだ、そんなことは簡単さ。何か自分の名前を書いたものを身につけてれば通れるのさ。君、何か自分の名前が書かれているものを持ってるかい。うん、じゃあちょっと待ってね、暗がりさんが書いてあげるよ。名前はなんていうの。マリオか。それじゃあ星のところにマリオって書いてあげるね。おおおお、あざーす、これでバッチリだ。ついでに君の名前のパートナーの名前は書いてある。どれどれ、のこ太郎です。のこ太郎だけでいいの。うふふ、なんだかくすぐったいです。どんな用でうつ暗村に行くかは知らないけど頑張ってね。暗がりさんも応援してくれたらさ。あ、こいつ暗がりさんっていうの。こんなとこ全然気づかないんだ。これ奥になんかあるかな。星のかけらゲッツー。いや、しかし今入ったところなんですけど、ここなんですよ、ここ。ここ気づかないでしょ。まあ、すぐ気づいたんだけどね、来た瞬間ね、びっくりしたよ、ほんと俺天才。はい、ということでね、名前を書いてもらったので土管に行きたいと思います。はい、ステージ4。意外とね、一面一面がね、あの長いからね、楽しいね。うん、豚のために金はなる、豚のために金はなるなる。うわー、あ、こんなんあったっけ、全然覚えてねえ。なんだか不気味なところだけど、ここが薄暗村か。おや、村人ではない人を見るのは随分久々だよ。あんた遠くから来た人だろ。うん、あんたの顔間違いない、きっと冒険者だな。でもちょっと悪い時に来たね。いや、冒険者なら逆にちょうどいいタイミングなのかな。え、悪い時に来たってなんだ。気になるじゃねえかよ。それはだね、聞くも恐ろしい、語るも恐ろしい話なんだけど。豚のために金は鳴る。あ、また金の音だ。あー、恐ろしい。今度は一体誰が。あ、お前、これって一体どういうことなんですか。これ現実世界だったらめっちゃ怖いな。おー、今度はフレディが豚にされてしまったか。フレディー、ああ、薄暗い。薄暗い。めっちゃ薄暗い。わしはこの村の村長じゃ。あなたたちは旅のお方じゃな。こんなところで話をするのは何だか、とにかくわしの家へ来てくださる。だいたいこういう時ってね、村長からね、舞台になるんだけどね。うわぁ、あれ、こんなんあったか？記憶にさっぱりない。ヨッシーの記憶が強すぎたのかな？昔な。旅のお方よ、我が村、薄暗い村へようこそと言いたいところじゃが、
今はそれどころじゃないんじゃ。お見ての通り、この村は呪いがかけられておるのじゃ。え、あ、まあまあまあ、そうだね。金があったら豚が鳴る。うん、豚が鳴る。豚になる。実はのこの村の先には森があっての、その奥にオドロンジェイという古い建物があるのじゃが、そこの住み着いた化け物などかけた呪いによってジェイの鐘が一つ鳴るたびに村人は一人ずつ豚にされてしまうのじゃよ。愛する人が豚にされる。そして今度はいつ自分が豚にされてしまうのか恐ろしくて夜も眠れぬのじゃ。まあこの村は一日中夜みたいなもんじゃがな。そう、このままではいずれこの村は豚だらけじゃよ。悪いことは言わん。豚にされる前に早くこの村から去るがよい。そうはいかないぜ、村長。俺たちは探し物をしてるんだ。スターストーンというキラキラ光る星の形をした石を聞いたことない？スターストーンというのはわからないのか、どうじゃがわかるのか。そのオボロン寺院に赤く輝く星の形の石が祀られている話を聞いたことがある。おお、さすが村長。ビンガ！それがきっとスターストーンだな。あんたたち、ひょっとしてオボロン寺院に行こうというのかね。なんという勇敢だ。え、お、情報くれよ。あ、情報くれよ。アイテムくれ。アイテムよこせ。バッチよこせ。バッチで探索します。お星のかけるゲッツになった。お母さん。え、マジで。あ、ごめん、なんかごめん、なんかごめん。ねえねえ、ブサって美味しいの。 うまいよ。自分のお母さん食っちゃう。戻るかもしれないのに。やばいな、怖っ。怖っ、めっちゃ怖っ。んー、情報がないっすね。とりあえず向こうか、右の方に向かおうかなと思っております。この先の森は恐ろしい化け物が住んでるという話だ。どうしても行きたいなら村長の家を持って行きなさい。これはお約束のパターンだな。まあ、いっか、さっさと村長の家に行こうぜ。カヨートダゴンザレス、まさかまた誰かが豚に。ブヒブヒブヒ。嘘、嘘嘘、俺じゃないよ。あ、これ村長なってんじゃないの。これ絶対村長なってるだろ。村長！はい。お、もしかしてこの豚は村長か？どうする？これじゃあ門を通らせてもらうための許可をもらえないぜ。予想通りだな。予想通りすぎるな。じゃあとりあえず、門に行きまーす。あ、この金もしかして。あ、ありゃ、門番がいねえぜ。じゃなくて豚になってるのか。ちょうどいいかも。今のうちに通らせてもらおうぜ。まあ全員俺が直すからね。任せろ。俺に全て任せろ。どんなかなんだ。おい、黒い鍵。黒い鍵？黒い鍵？もしかして？あ、出た、ハイパークリボー。前回のペーパーマリオの時もね、ハイパークリボーがあったの。ペーパーマリオ？ペーパーマリオ。あ、マリオストーリーな。ハイパークリボーよ。だから、要するにハイパーなクリボーよ。最大 HP は8、攻撃2、防御0。でも、力をトリアーって上げると次の攻撃は攻撃が8になるのよ。だから、あいつの力を貯めたら攻撃する前にさっさと倒せると。やばいわよ。それができないと無理せず逃げた方がいいかもしれないわね。うん、絶対逃げる。絶対逃げるわ、こんなん。あ、いっぱいやっぱ、あるね。氷漬けハンマーちょっと使ってみようかな。氷漬けハンマー。お、強い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 、間違いない、強い。ハイパーパタクリボーよ。羽のついたハイパークリボーよ。最大 HP は8で攻撃力2、防御力は0ね。力を貯めた後の攻撃力は、はい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 。ハイパートゲクリボーよ。トゲのついたハイパークリボーね。最大 HP は8、攻撃力が3、防御力が0や。力を貯めた後の攻撃力攻撃が9。恐ろしいわ。なんとかしない。攻撃する前に倒されたと今にピンチになってしまうわよ。こう、攻撃をなんとか出すことができればいいんだけど、無理。あー、豚。ブヒブヒ。かわいいな。あ、これなん？どうするの？あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。よいしょー。お店の鍵。あ、これお店の鍵で一回戻るんか。まあめんどくせえ。よいしょー、来たぞ、お店の鍵。
さて、もうこれ速攻使っていいよね。へいしゃい、使ったぜ。へい、勝手にもらいまーす。お、ロイヤルゼリー。まあ、トランドコ、テラさんの服。テラさんの服だけもらって、とりあえずこれ開けてからの、お、防御プラス、やべー、やべー、来ちゃった。最強のアイテム来ちゃったよ、これ。なん取ろうかな。うわ、きえピンチで守る気いらんかな。スーパーアピール。やったー、プラスパワーゲッツ。超嬉しい。もう速攻装備したぜ。嘘、今人の声が聞こえたわ。まさかこんなところに人が来るなんて信じられないわ。え、前にも私のような箱を見たことあるの？お、違う違う違うわよ。それは私とは関係ないわ。とにかくあなたたち、私をここから出してお願いよ。え、飽きた呪いをかけるだろうって、うん、そんな呪いとかなんというか、どちらかというとあなたに素敵な能力をあげたいと思うんだけど、どうかしら。欲しいな、欲しい。本当よ、お願いよ。鍵を見つけて箱を開けてあげればいいのよ。この箱は、あ、この辺りにあるはずなんだけど、もうこんな姿は探しようがないの。もうあなたしかいないのよ。だからお願い。もう持ってます。あら、開けてくれるのね。本当ありがとう。という鍵。ブハハハハハハ、バカめ。ルルッ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 ルル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 セクシーなレディーとか出てくると思ってたから、お約束通りの恨みを込めてきっちり呪いをかけてやるわ。俺との呪いが恐ろしいぞ。体を丸めて転がってしまうのだ。恐怖だ。そりゃ呪われろ。うわぁ、これで貴様は呪われたざまみろ。この呪いを発動するとお前は歩くことができなくなってしまうのだ。キャー、なんて恐ろしい。さて、お前の苦しむ姿を俺様に見せるとしよう。さあ、Rボタンを押し返すのだ。そしてそのままくるりと何度も回るのだ。なるほど。ブハハハハ、なかなか面白い姿だな、ざまみろ。もうその姿になったらコロコロ転がるしかできないのだ。どうだ、丸々方はもうすでっかりマスターしたか。マスターしました。ブハハハハ、美容素元通り戻るかな、覚えておくのだ。ではさらばだ、愚か者め。ブハハハハ。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。